ども皆様お元気でございましょうか。私は、チンビボンボンで元気でございますということで、私ドグマ風見とともに今日は皆さんで一緒にバカなゲームを探索して良いのがあれば購入まで行きたいと思います。どうも改めまして、バカゲー大好きっ子ちゃんクラブブスッコクラブ会員ナンバー1ドグマ風見です。よくわかりません。そうです、よくわかりません。さあ、ということでございまして、今お伝えしましたドグマ風見の配信では、まあ、バカゲー、まあ、クソゲーなんて言ったりしますけどもね、愛を持ってこのゲームは愛を持ってここが面白い、ここがダメだ、ここがバカだという、そういうゲームはレトロゲームなんかたくさんありますけども、新たに皆さんがご存知なもの以外にですね、いやご存知なものでいいんです、ごめんなさい失礼しました、よく出てるものでも結構です。うちのチャンネルではまだ特集しきってないもの、新たとさせていただきます。新たに探しましょう。一緒にバカゲームを探します。探す、何回言ったんでしょうか。探しまーす。探しま、探しまーす。探、探し、探し、探しまーす。いやー、やっぱいかんですね。正直に言いましょう。5分前まで飯食ったと寝転がってたんで、まだ頭が働いておりません。本当にね、ラジオパーソナリティやっとるんかこいつはというぐらい下手くそなおしゃべりで恐縮でございますが、一応ですね、バカゲーを探すということなんですが、始まる前にですね、皆さんに大体月に1回か2回皆さんから情報をいただきまして、こういう名作があるよ、こんなに変わったゲームがあるよというのをですね、やっているんですけども、そのですね、成果をちょっと先にお見せしたいと思います。こういうの手に入れましたというのだけ改めさせてください。これ過去の放送でも出したものもありますけども、改めましてということで、ご理解くださいませ。では実際皆さんのご指示で買ったもののご紹介です。まず一つ目、こちら手に入れました。アメリカのテレビ番組を舞台にしたですね、スマッシュ TV、 素晴らしい、ちゃんと届きました。いただきました、スマッシュ TV、こちらですね、司会者がミノモンタがですね、まあ、ケツモンダではないですけども、女性を2人はべらかして、アメリカのテレビ番組を舞台にさまざまなチャレンジ、具体的に言うとですね、殺人お互いに殺し合うんですけどもね、勝つととんでもないお金がもらえるという、まあ、架空のテレビ番組を模したゲームでございますけどもね、これ手に入りましたんで、近々挑戦したいと思います。まあ、聞くところによると、途中セーブを使わないと異常な難易度だということでございますので、私の同盟、遊戯他誰かを呼んで犠牲者としたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしますということで、スマッシュ TV 手に入れました。まあ、ほとんどねシューティングゲームですからね、はい、皆さんこれ、まあ今の説明で多少面白いと思っていただけた部分もあると思いますけども、実際やるとですね、まあ大してということもございますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、大体ね、バカゲーってそういうもんですからね。大体オープニングから最初始まって、最初ゲームオーバーになるまでが取れ高いっぱいいっぱいみたいなとこありますからね。なかなかクリアまでやるとなると、なかなかこれちょっとっていうのありますけど。さあでは、参りましょう。これもご紹介しましたけど、道を行きましょうか。はい、やっと手に入れました。はい、今お伝えしましたように、前回もご紹介しましたけども、PC エンジンの小林よしのり作、おぼっちゃまくん手に入れました。
これも1ヶ月ぐらい前にね、皆さんにご指摘いただいて購入させてもらったんですけども、異常にクオリティが高い、異常に小林よしのりのこの監修が入っているかどうか知りませんけれども、アニメの世界観が非常にね、よくね、出ているので、こちら買わせていただきました。これも近々プレイしたいと思います。すごいですよ。やっぱりね、おぼっちゃまくんのお父さん、おぼう金光のですね CV が、我々が敬愛する銀河万丈さん、ドグ生で言うギャラクシー万丈さんですからね、ちゃーまーお父ちゃまーで、ブルル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 ルちゃーまー、はい、まあそれ以上のモノマネはできませんけど、そのあたりがどう表現されているのか、ぜひお楽しみにしていてくださいということで、 PC エンジンヒューカードおぼっちゃまくんです。さあ続いていきましょう。続いてこちらもまあご紹介しましたけども、念のために知らない方もお見えになると思いますからね、よいしょ、はい、手に入れました。こちら宝さんのあの女の子が大好きなお人形さん、ジェニー、こちらがファミリーコンピューターになりました。失われたメッセージ、ロストワードオブジェニーです。はい、こちらはですね、非常にこのジェニーちゃんがですね、ヴァンパイアまたはヘビ、ワニ、お化け、とうとうと戦うですね、まあジェニーちゃんがドラキュラの世界に迷い込んだと言えるゲームかと思いますけども、基本的におてんばキックと言われているですね、アンディ・フグバリの前蹴り、かなり足上がってますからね、足が自分よりも自分の頭よりも高く上がってますからね、この前蹴りを使ったジェニーちゃんおてんばキック、これで軒並みのですね、ドラキュラ、今画面右側のこのワニ、この辺りをですね爆散させていくという、まあ、恐ろしい世界観のゲームですからね、これも近々挑戦したいと思います。ロストワードオブジェニー、失われたメッセージでした。これ今後ね、ジェニーちゃんが K1 選手として活躍した可能性もありますからね。はい、じゃあ続いてまいりましょう。こちら、はい、こちらもしっかりと手に入れました。我々の世代たまらない、日曜日の朝にやっている特撮ものを思い出します。 A ランクサンダー誕生編、こちらオープニング、なんとあのシモン雅人さんがテーマソングを歌っております。これちょうど今僕が熱心にやっているポリメガの配信、あらゆるレトロゲームが遊べるというポリメガ購入いたしましたので、ポリメガでメガ CD 遊べますので、こちら近々遊んでみてですね、シモン雅人さんの美声も聞いていきたいなと思います。じゃあどんどん行きましょう。こちら、はい、よいしょ、こちらも前もご紹介したかな、はい、セガサターンの名作アドベンチャー、ウィルスバスです。ウィルスでございます、ウィルスでございます。こちら知らない方お見えになるんじゃないかなと思います。僕も知りませんでしたけども、かなりですね、アドベンチャーゲームで出来がいいということで、軽くこれだけ中さらっていきますけどもね、見てください、これ見て、これもう面白いでしょ、これ絶対すごいですよ。サージがね、井上和彦さんが CV なんですよ。井上和彦さんといえばですね、これ山岡四郎ですからね、これだから山岡四郎とエリカの皆口優子さん、これだから山岡四郎と栗田優子が追いしんぼバトルをするみたいなもんですよ、これ。はい、そうですよ、でアッシュが早見翔さんで、メロディーがこれがですね、笠原ひろ子さんですね。すごいですよ、裏追いしんぼですよ。はい、まあごめんなさい、栗田優子の CV は皆口さんじゃないですけどもね。はい、なんでね、あともう一枚ペロリとめくりますと、すごいんですよ CV が、これペロリとめくるとすごいんですよ、これちょっと見づらいと思いますけどね。
左上のドナーが佐久間玲さん、はい、さらにね、マリーちゃん一番下が宮村優子さん、ミヤムーさんですね、はい、そして右側ゲイリー大佐、真ん中の右、これ源田鉄章さんなんですね。これすごいですよ、シュワルツェネッガー CV でおなじみ鉄章源田ですよ。これさらに皆さん一番右、マクノートン博士がですね、博士がですね、小林清さん、これ惜しくも亡くなられましたけども、初代これ次元ですよ、これ次元大輔、これはまあすごいですよ、これ。これだからもう何でしょう、おいしんぼ、ルパン三世、シュワルツェネッガー他の共闘バトルだと思っていただきたいと思います。はい、ちょっと違いますけど、はい、ということで、セガサターンのウイルス、これも近々やっていきたいと思います。お楽しみにしててください。俺はこいつしか信じねえ、かっこいいよね、次元ね、はい、はい、どんどん行きましょう。あと3つかな、はい、急ぎでいきますね。はい、もうこちら多く語ることはないです。今回のバカゲー探索にも向いてるかもしれません、プレイステーション2、ザイ美人です。一瞬待って、入れ替わってまった、ダ・ザイ美人でございます。はい、もうこれは見た瞬間上がりますよね。大美人がですね、沖縄のですね、沖縄県宮古島に現れたということで、どうやってやっつけていきましょうかね。はい、わかりました。皆さん、ザ・ダ・ザイ美人ですからね。さあ続いてまいりましょう。これは皆さんから、ご指摘いただいてないもんですけども、どうぞ。昔やったファミリーコンピュータディスクシステムの涙の倉庫版というのが面白くてですね、スーパーファミコンのパワー倉庫版買ってしまいました。本当はね、 PC エンジンの倉庫版買おうと思ったら売ってなかったんで、あれスーファミであるやんけということで買ってしまいました。はい、これ多分ハドソンさんじゃないか、シンキングラビットさんでね、知らないメーカーさんですけども倉庫版大好きなんで、これもやってみたいと思います。スークベン、スークベン、メディアリングのスークベン、メディアリングではなかったですけどもね、はい、さあそして、最後になります、こちら見てください。はい、昨年私がプレイさせてもらったフラッシュバック、はい、あのインタープレイさんの名作フラッシュバック、さらには一昨年前に、プレイさせてもらったアウターワールドという作品ございますけども、なんとアウターワールドの続編、俗に言うアウターワールドの主人公の親友山下さんが主役になる海外のメガ CD、 セガ CD でしか出ていません、ハートオブジエイリアン、これもポリメガで完全クリアまでやってまいります。これはね、かなり希少価値高いので、まあ、これ過去にね買いましたよっていうことをお見せ、したことあると思いますけどもね、はい、これ画面見てもらえば分かると思います。皆さんアウターワールド、レトロゲーム詳しい方はご存知かと思いますけどもね、主人公が異世界に転生、してしまいまして、この異世界人と一緒に謎を解いていくという、そういうストーリーなんですけどもね、この異世界人のですね、はい、言葉が山下さんに聞こえるので、もう山下さんと呼ばれてるんですけどね、なんかゲームセンター CX のアリオさんもやられてましたけども、あの山下さんが、古今奮闘するという続編があるんですね。これがセガ CD でしか出ておりませんので、これをプレイしたいんですが、これをプレイする前にしっかりと 3DO リアル版のアウターワールドもしっかりクリアして、2本立てでハートオブジェイリアン今年どこかでやってまいりましょう。やりましたね皆さん、皆さんもアウターワールド好き歓喜、いないかも、アウターワールド好きはもしかしたらいないかもしれませんが、
あの皆さん、アウターワールドの段階で僕がクリアできずにハートオブジェエリアまでたどり着かないという、まあ、そういう可能性もありますけども、まあ、そこは、なんとかご理解いただきたいなと思いますが、頑張ってやれればと思います。ということでございまして、はーい、てけてん、改めてこの辺り手に入れましたので、今年中どこかでお目見えすると思いますので、ぜひご期待くださいませ。なかなかマニアックなラインナップですね。視聴者の皆さんのご指摘いただいた作品ばかりでございます。まあ、一部ね、僕の GU で買ったものもありますけどもね、はい。ということで、こちらがまずご報告となりました。最初の30分でご報告の方させていただきました。これね、ご視聴いただける全ての方、さらにはスーパーチャット、ギフト、メンバーシップいただいた有料会員の方々のお題で買わさせていただいておりますので、本当に皆さん、感謝しております。ありがとうございます。このやっぱ増税ゴリラの世の中、お題を頂戴してレトロゲーム配信できるの皆さんのおかげです。ありがとうございます。さて、では、本題に本題の方に入りましょうか。今日はですね、まあ、このような形で名作、そして迷った方の作品っていうのを月一で皆さんと一緒にご相談してるんですが、今日はバカゲーに絞って、これもう皆さん、はい、後ろのこのモニターに合成してありますけどもね、まあ、これクラスのなかなかバカゲーっていうのはね、チーターマン2、これ話題になりましたね、一時期とにかくニコニコで話題になりましたけども、これクラスっていうのはまあ難しいかもしれませんけれど、まあこれぐらいバカなゲームをですね、はい、皆さんと共に一度検索をしつつ情報をいただき探していきたいと思います。ただいきなりみんなに探せと言っても知らないよという方もたくさんねお見えになると思うので、ある程度僕はね下調べしてきました。なのでまずはドグちゃんが下調べ、したもの、さらにはですね、有料会員限定で昔あこんな面白いゲームあるんだって、みんなで見たもの、それを改めて調べてきたんで、それを見つつこれどうでしょうかとみんなで相談して、よければ購入までいくと、はい、そうさせていただきたいと思います。で、一応今日の番組はですね、僕が調べてきたもの、さらには後にですね、皆さんから情報いただいて買うというところも行きますので、二部構成でお伝えしますので、まずは前半戦、ドグマ風見が調べてきたバカゲー、これを見ていきましょう。どう、こういう企画、やっぱね、僕ね、バカゲーが好きみたいでね。そうなんです、ちょっとバカゲーやってる時が一番ね幸せをね、感じるのかもしれません。さあでは、私が調べてきたゲームなんですけども、まあタイトルとかをバーンと出してしまうとネタバレというかね、どんなゲームか想像もできてしまうので、言葉だけでいきたいと思います。で、動画をいきなり見ましょうか。はい、まず1本目がちょこっと前にも話したと思います、映像も多少見たかもしれませんけども、まず1本目、僕が調べてきたゲームなんですけども、いきます。シャドウオブビースト。さあ皆さん、これ聞いたことありますか。あ、ごめん、座が抜け取ったわ、もう一回行くわ。シャドウオブザビースト。さあこれ以前の放送でもちょろっとおもろいやんけってちょっとね、言った覚えがありますけども、改めてこれからいきましょうか。ちょっと僕は気に入ってしまって、はい、情報があったね、どんどんください。じゃあまずは検索をして、皆さんに見ていただこうかなと、はい、思
思います。ちょっとごめんなさい、こういう番組の性質上 YouTube の方をキャプチャーさせてもらいますけども、他人様が上げてらっしゃるやつをキャプチャーさせていただく部分もありますので、ぜひご理解ください。そしてキャプチャーさせていただいた方ありがとうございます。名前とかわからないようにしますので、まあわからないようにすることがダメなのかもしれませんけどね。はい、では出していきたいと思います。これがねなかなかね面白そうなんですよ。はい、じゃあいきます。あ、いいで、これっぽいでしょ、いいでしょ、それっぽいでしょ、薄くね出すようにしました。はい、よし、はい、じゃあシャドウオブビーストを映させていただきます。音がちょっとごめんなさい、でかかったらすいません、ご理解ください。はい、来た。あ、これ PC エンジン、スーパー CD ロムロムなんですね。いろいろ違うのもあるのかなね。ビクターさん、あ、もうビクターさん確定ですよ、やばいの。ね、音が悪か、大きかったり小さかったり言ってください。うわ、このロゴ絶対やばいよね。うわー、これ来た。これもビクターさん確定ですよ、皆さん。ビクターの CD のゲーム確定ですよ。お、綺麗。閉めた。レアル。なんかちょっと黒ずくめの男が、ね、なんや、雲になったみたいな、煙になった。漆黒の晩に一人の赤ん坊がさらわれた。赤ん坊は地の果てネクロポリスへと連れられ、ビーストのジャワルな力に、月日が過ぎ彼はなんとかしく大しく成長した。そしてある日彼の体を恐ろしい変化が襲った。ここがね見もんですよ。前回もちょっと見ましたけど。お、どうした、ハハハハ、悪魔になっちゃった。これはいいですよ、悪魔になりましたよこれ。悪魔になった後荒野を走る主人公の姿が。これやり、あ、すごいもん。ちょっと悪魔になった主人公荒野も思いっきり全力疾走しとるやんこれ。いや、これ欲しいよね。めっちゃ飛んどるもん。そのさらわれて悪魔になって何の目的で走ってるかがわからないもんね。すごい、螺旋階段走っとる。どこへ行くんやろうな。走れメロスみたいなことなの。デビール。赤ん坊がまあ主人公ってことだよね。成長した後に改造されて悪魔になった。だからその仮面ライダーみたいに改造されて悪魔にした自分に仕返しに行くみたいなことなのかな。主人公つえな。巨大ななんかめカマキリかなんかパンチで倒すってものすごく強いな、これ。武闘派の主人公ですねこれね。すごいですよ、パンブリーフ一丁で。うわー、これやりたくない。復讐ものっぽいよね。すげえ、武器持ったなんか戦士みたいなやつパンチで倒しとるもんな。うわー、すごいすごい。降りてく降りてく。あ、なんか左側にある、右にもなんかあるね。このなんていうの、主人公の体幹の強さみたいな感じない？このやっぱね、体の筋肉、背筋と、あ、すごいでかい。背筋と腹筋のね、体の中心の筋肉が強くないと
このね力強いストライドは踏めないですからね。いやこれ見て、この背筋がすごいよ。これはかなり改造されてますよ。これランニングフォームがねブレないんですよ。ブレない。これちょっとやってみたいんだよね俺。あーボス来た。何やねんそれ。チャチャンチャチャン。ボス微動だにせんな。あ、なんか拳から出る。今出たね。お、ワープか。うわ、もうこれ超欲しいな。うわー、なにこれ。え、どういうことなの。右はまだわかるけど左のなんや。ちょっとね、右のグラフィックの感じがソードオブソダンをね思わせるんですよ、なんか。うわー、 SE ないな。撃破した時のなんかソードオブソダンっぽくないね。これぐらいにしとこうか。はい、ということで僕が、調べてきて気になっているゲーム1本目、シャドウオブザビーストでした。いやこれちょっと面白そうだよね。皆さんいいですよこれ。でもちょっとね気になるコメントがあるんだよね。え、嘘でしょ。気になるコメントがちらっとあったんですよね。なんか PS4 でリメイクされてますって書いてあったよ。え、マジ？嘘でしょ。どこやったかな、どっかさっきペロって言ったらニコニコやったかな。 PS4 でリメイクがあります。あー、あった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 。これ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 、 PS4 にリブート作品があります。え、マジ？ちなみに90年に2が、92年に3が出てます。すげえ人気じゃん。めちゃくちゃ人気じゃん、マジで。え、みんな知ってた？そんなナンバリングになるなんていうのは俺全然知らなかったな。ちょっと調べてみようか。シャドウ・オブ・ザ・ビースト PS4 全然知らなかった。え、ちょっとね実況が入ってるやつじゃない方がいいよ。はい、じゃあ PS4、 あ、出てきた。映しますね。めっちゃかっこいい。おい、超かっこいいじゃんけ。 PS4 版全然知らんかったわ。めっちゃかっこいい。すげえかっこいい。もうバカゲーじゃないよ、愛されるゲームじゃん。一緒一緒、ほら赤ん坊がこれさらわれるとこじゃないの。そうだよね、ほらさらわれた、一緒だ。ビースト家の感じも一緒だね。The fates had made a vessel strong enough to bind a thousand souls. ちょっと興奮してきた、水飲んでいい。 Knowing the power this could give him, Malatoth, Reaper of Spirits, Destroyer of Worlds, gave the command for the child to be taken. すげえな、 PS 版があるな。 The future was lost. ああ、子供連れてかれた。 Was born. やばいね。 One of war and destruction.As the people of the plains prepared, Arbron's mother began her search for the child that had been taken. She would bring back the hope he had offered. これ、大きく育ったっていうやつ。たくましく育って。ああ、ほら、例の。ビーストになっちゃったよ。ほら、これ主人公でしょ。あ、このシーンあるじゃん、ほら。As Malatoth's power grew, Arbron's father turned to the seekers. But by Arbron against those who defied tortured spirits of
あ、なんか暴れとる主人公か。なんか復讐に行くみたいなことか。うわすごい、これすごい。これ多分こっちが主人公だよね、首輪されてるのが。あ、で多分後ろのやつ倒していくんだろうな。こっちは人間で、主人公のこと多分に分かんないんですよ。思いっきり殺しとるやん、思いっきり人間殺しとるやん。ちょっと主人公ダメだよ、まあ、しょうがないと思うんやけど、やらされとるんやと思うんやけど。これだから多分海外の人好きなんだろうね。左下にヘルス出てるね。どうなるわ。でもちゃんと初代の感じが残ってるね。うわもう、あーもうちょっと主人公あかんて、あかんて主人公もう。あってこれお父さんじゃないのこれ。お父さん、これ多分だからお父さんやったんや、これ殺したの今。うわで、ここで息子気づくんや。あ、わしはモンスターなんやつって。あ、怒った息子。これ面白いね。あ、連れててまた。え？ああ。で反逆を起こしたんや。うわー。ごめん、 PS4 版すごい出来いいと思うんやけど、ちょっとグロくて、やっぱり PC エンジンにしていい？ちょっと面白そうやけど、なんかちょっとグロいから、あの昔のやつの方が俺いい。なんか昔のやっぱこう背筋腹筋が鍛えられたストライドの強い主人公の方が好き。なんかこっち怖い、こっち怖い。なんか私が好きな主人公じゃない、うん、まあやってること同じなんでしょうけど、やっぱりね、申し訳ないけどこっちの方が俺いいかな、うん、ちょっとやっぱ、ね、こっちの方がいいよね、やっぱり。いややっぱこっちやなこれ。このやっぱストライドの強さとこの緑ブリーフのこの方がいいよね。あー、これやったらいい、欲しいわ。あ、これは可愛いもんだってね、シンプルでいいよね。わかりました。今回、まあ、バカゲーと言いまして、これ多分ね、バカゲー、あ、面白そう、ほらなんかガチャってやった、まあ、バカゲーじゃなくて多分これだけ PS4 とかで出てるってことは名作なんだと思いますけども、まあ、うちのちょっとこう、あの僕の触手が伸びてしまったので、あ、やっぱバカゲーかもしれんなこれ。これ皆さんいかがですか？皆さん良ければ良い悪いで、購入するしないでぜひコメントください。いいと思われたら購入、見送る場合は見送ると書いてください。さあどうでしょう皆さん、これ普通に良くない？購入か見送りのコメントで良ければ。あ、ありがとうございます。ということで圧倒的多数に購入なりましたので、今から探します。いや、やっぱりこのやっぱストライドがいいですもんね。このストライドがいいですもんね、これ。さあ、では皆さん、いくらか調べましょうか。まずはだいたい番組の流れっていうの皆さんありますので、
大体はほとんどのゲームが高値をついているアマゾンから見る、これがやっぱりね通常の流れですから高いよってみんな言ってからヤフオク見たりメルカリ見たり駿河屋さん見て大体落ち着くっていう流れがありますからね。これ仕方ないですから、これは、はい、ここはまあ理解してくださいね、はい。じゃあシャドウオブザビースト行こうか、いつもの流れ。アマゾンはねクソ高いですから、ね、ちなみにメガドライブ版もある。メガドライブ版と PC エンジン CD ロムロム版があるのか、なるほど、いつも流れですね。その通りです。シャドウオブビースト、あ、メガドライブはあった。メガドライブ版1はねメガドライブ版と PC エンジン版で、2がメガ CD 版見た。メガドライブ版ありました。あら、あらお安い、皆さん来ましたよ。やりましたね皆さん、メガドライブ版シャドウオブビースト、いやこれはお安いですね。はい、こちらまあ値段出てますです、まあ値段出てませんよこれ、はい、こちらですけども、よし映します。お値段12,500円です。もうちょっと本当に最近もう転売やめて、皆さん PC エンジン版に行きましょうか。 PC エンジン版にしましょう。 PC エンジン版にこんなものをね買って、目このショップを儲けさせちゃいけないですよ。こんなものは良くないですよ。 PC エンジン版行きましょう。PC エンジン版、こちら、あ、ちょっとパッケージが違うんだね。はい、これ PC エンジン版です。シャドウ・オブ・ビースト魔性の掟、なんかメカ生態ゾイドみてえな さっきの主人公じゃないみたいやな、これな、ゾイドが主人公なのかな、まあ知らんけど。はい、ではこちら、うわ、さっきの値段から見ると嫌やな。はい、これ一応住所をうち住んでるとこ出ないように、住所アメリカにしてありますけど、そこは気にしないでください。ログアウトしてアメリカってやってるだけなんで、そこは気にしないでください。じゃあ行きます。おー、2,100円。これいけるね。もちろん東京なんで、ご指定の場所には多分届けてくれると思うんです。今アメリカにしてあるだけなんで。これ行く？行きます？絞り込み。もう一個が4,800円。あれ、アマゾンなのに安いね。おかしい。よく見たらケースのみとかいう可能性あるよ、これ。よく見ないと。怪しいな、これ。シャドウ・オブ・ビースト CD 帯付き。アメリカ合衆国にお届け。あ、ありました、ありました。安いのありました。安いのありました。新品で安いのありました。新品でですね、23,800円。やだー、もうやだー、高い、バカじゃないの、いらないこんなの。
シャドウ・オブ・ザ・ビースト、ザが抜けとったな。もうちょっと安いのがあります。マジ、メガドライブ版、セガ CD 版。あ、俺が検索するとこれしか出てこないな。出てこないな、もう品切れになってるな。あ、でもやっぱ出ないな。もっと安いのは出ないですね、残念ながら。ということでどうしましょう。ちょっとアメリカにしているせいなのか。これと1500円のがあるみたいですね。ちょっとうちの環境じゃ出ないですけども、どうしましょう。これもじゃあドグちゃんが決めましょうか。わかりました、ニコニコのギフトたくさんポイントいただいております。今ニコニコのギフトってアマゾンのポイントに変えられるんですよ。はい、なんでニコニコの皆さんいつもありがとうございます。買います。ありがとうございます。ということで1本目シャドウオブザビースト購入決定です。すごい、でもアマゾンでリーズナブルなものがあるっていうのはかなり珍しいことですね。だいたいレトロゲーム10本見つけてもアマゾンで買えるなんて1本ぐらいしかないです、値段的に。いやー、ありがとうございます。うわ、嬉しい。ニコニコってね、アマゾンポイントにすぐ買えれるんですよ。で、現金に変えようと思うと、やっぱ悪しき、ドワンゴという会社が 10% ぐらい持っていくのでだからアマゾンポイントで買った方が、お金が減らないんですよね。うわー、だからギフトね、すごく嬉しいです。もちろんスーパーチャットも、ありがとうございます。きなきちさん、ゆきうさぎさん、あとやみつきさん、ななしさん、ありがとうございます。どれ運営、まあでも運営さんもいろいろ事情があって天引きしなきゃいけない理由もあるんでしょうけどね。でもアマゾンポイントはマジでニコニコポイント速攻1円も減らずに買えれるので、だから結構ね、ギフト分をね、アマゾンに買えさせてもらって、必要な放送に必要なものとか買ったりとかね。はい、まあ時にすいません、日用品も買うこともありますけどわあ、すごい。赤い瞳の山猫さん300ポイント。今日どうしたの、ニコニコ。ちょっと YouTube のみんな、ニコニコの人民たちがどっかに後頭部に頭を打ちつけたらしいぞ。どうしたまったんや。ニコニコの民たちが後頭部を頭を打ちつけていっぱいくれるよ。普段も全然くれへんのに全然くれんことはないね。ありがとうございます。山猫さん300ポイント、フィリーさん1000ポイント、ありがとうございます。あと七石さん90ポイント、七石さんもいちごマカロン300ポイント、江戸これさんも90ポイント、七石さんさらに頑張れ50ポイント、ありがとうございます。あ、すごい。エディソンさんも1000ポイント、カルミアさん、90ポイント、七石さんキャンディ200ポイント、皆さんありがとうございます。すいません、すごい。よし、シャドウ・オブ・ザ・ビースト購入。これもうニコニコのポイントだけで買えましたよ、多分。いやー、勝利ありがとう。では、しっかりと買って購入できましたら皆さんに、ご紹介をしたいと思います。1本目はシャドウ・オブ・ザ・ビーストでした。よかったら PS4 版も見ときます。
和骨茶さん、ありがとうございます。七石さん、ギフト和骨茶。アラームさんもギフト90ポイント、ありがとうございます。七石さんもギフト90ポイント、みんなありがとう。そうなんです、ここだけの話、本当にね、ここ最近のニコニコでね、唯一いいなと思ったのがね、アマゾンポイントに変わることなのよ、ニコニコのみんなね。あんなね、ほんと他がまああれだけど、本当によかったね。いいぞ栗田、美味しいもの栗田さん、水着着るかい、結構セクシーな水着着てますということで、シャドウ・オブ・ザ・ビースト購入決定です。続いて、 ありがとうございます。ショッピングくん200ポイントありがとう。あとペニーくん負けていられませんね。このね、やっぱ YouTube ブルー勢がね、嬉しいんですけど、ブルーいっぱい投げてくれる人いるんでめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ここのチャンネルってブルーしか投げてあかんのかなみたいな、変なね、こうあうんの呼吸というかね、なんでしょうね、この闇ルールみたいなのが勝手にできてしまっているのがね、別にダメじゃないんですけどね、これ。まあ僕からしたら、そのブルーばっかよりももっと上がると嬉しいなっていう気持ちもありながらも、まあ、ブルーも嬉しいんでね、ブルーもブルー以外もよろしくお願いします。レプリカン君もありがとう。いやいや、ブルーじゃなくてもいいんですよ。ブルーで固定されても、ちょっと全員がね、全員が固定されてもちょっと困ってしまうというところがあるんで、ちょっとちょっともうありがとう。いやー、バスバルさん200ポイント、ビスマスマーク3さん200ポイント、カリバクさん200ポイント。じゃあ嬉しいんですけど、嬉しい、そうね、嬉しいんですけどやめよう。ありがとうございます。そうね、このね、人気な YouTuber や V の子たちのスパチャランを見てると、ちょっともうすごすぎて引く時あるもんね。赤やピンク、オレンジ、赤、ピンク、そして時にレインボーみたいなの見とると、うわ、こういいなみたいに思うもんね。これブルーだと微笑ましいですもんね。はあ、これはいいかもしれないね、微笑ましくて、やっぱりいいんですよ、ブルーっていうのはね。もうちょっと、俺も頑張ろう、もうちょっと。はい、ありがとうございました。あーい、イエーイ、ひーすいちゃん先輩。ありがとうございます。ひーすいさん、ゆうりさん1000ポイントずつ、みんなで寒色系から暖色系に行こう。増税ゴリラをやっつけよう。ドグちゃんが経済を回すぞ。ありがとうございます。やったな、ひっすいちゃん1000ポイント、ゆうりちゃん1000ポイント。おい、エストラ、今日一ゴレンジ来た。国崎さんもありがとうございます。エスタヤスタさんも、エスタ、ちょっと読めへん、エスタ、ん、エスタヤステ。なんなのエスタヤステ。ありがとうございます。すいません、いただきます。じゃあちょっとみんなにいただいたんで続きやっていこうか。あんまり今のうちから言うとまた高額なものが入ると恐縮なんで、2本目行かしてもらっていい？いいですか？あエスタエステ市ヶ谷さんありがとうございます。国崎さん800ポイントありがとうございます。エスタエステさん2000ポイント、金子さん5000ポイント、もうすいません。ちょっと人、これ人気 YouTuber、VTuber みたいな、ここ、ほれ、ここ、ここ、ほれ、ひっすいちゃん、ゆうりちゃん、エスタヤステさん、国崎さん、金子さん、アルパーさんもありがとうございます、2000ポイント。これは次もちょっとレアゲー買わなあかんね。いや、すいません、金子さん、ルパーさん、
いやー、ま、負け猫さんすいません、ありがとうございます、5000ポイント。ほらすごい、申し訳ない、いただきます。いやー、これはちょっと人気部位ですよ。これちょっと一回飛んどこうか。よし、買いましょう買いましょう。よし、もっと買うぞ、今日いっぱい金入ったから。いや、入った分だけ使っちまえ。入った分だけ使ったら俺はどうやって生活するかもう分からんけど、なことは知るもんか。面白いゲームやっとりゃもっと金ドカドカ入ってくると思うけど、意外と入ってこないぞ。みんなありがとう、スーパーチャーイエース。いや今日もいいですね、やっぱ軽やかですわ。いや軽やか。あと見てください、あのね、ちょっと部屋の中整理整頓したんで、この真ん中の通路が綺麗になってない？真ん中の通路のね、ケーブルを全部隠して絨毯のシワを伸ばして整理整頓したんですよ。これちょっと綺麗になったと、ここ見ていただきたいですね、ここねどうでもいい、ちょっと綺麗になったでしょこれ。あ、ちょっとチラッとあの真ん中の上の左に隠れるうちの兄正幸のおでこがね、これアピールしておりますけど、ということで ございまして、すいません、ニコニコ YouTube、ギフトをいただいた方、あースーパーチャットいただいた方、改めてありがとうございます。なんかレアなの買います。さあ、じゃあ1本目シャドウオブザビースト買いましたんで、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。これでもみんな1個だけ頼むね。こんなにスパチャもらったんやから高いの買えっていうのは、うん、高いの買おっか。本当にね、金子さん、負け猫さん、他皆さんありがとうございました。高いの買おっか。これで乗せられて高いの買って結局赤字になるっていうのがね、ここ15年の流れですからね。こうやって身を滅ぼすんですね。あ、ドラゴンゾグマくんもありがとう。じゃあすいません、スーパーチャットいただきましてありがとうございます。続いて調べてきた、タイトル発表させてもらいます。ちょっとお時間今取ってしまいましたけども、こちら、これも会員限定でちょっともしかしたら言ったかもしれませんけども、発見しました、ダークキャッスル。これね、僕はね調べていてね、これ驚愕しましたよ。これ多分僕全然知らなかったです。全然僕も知らなかったです。何このゲームっていうレベルで知らなかったですけども、はい、まあ、かなり知る人ぞ知るマニアな、ゲームだそうでございます。はい、ダークキャッスル、これね、メガドライブで出てるんだって。1ミリも僕知らなかったですね。はい、出ます。はい、これね、はい、では出します。失礼しました。まあもちろんの洋ゲーです。日本では発売されていないそうなので、で皆さんまず頭からこれ見ていただくと、あって思うと思います。まああって思うのはよっぽどレトロゲーム好きな人だけかな。はい、あのまあ僕はあって思いました。はい、ではいきます。見てはダークキャッスルです。音大きかったら言ってね。このエレクトロリックアーツなんですよね。これも確定ですね。お、いいですよ。今の EA と違いますからね、これ。何やってるか分かんないですよね、これ。EA といえばウィザード・オブ・イモータルでおなじみですからね。ティラリー、鼻から牛乳。うわ。真ん中の上にバカって書いてあるもんな。ハテナ入ってた。もう折り方がやばい、折り方がやばい。何これ、投石投石。い
やばいな、面白そうじゃないこれ。このなんか手をこうやるのがなんだよ、ジャンプとかもすごい。いちいち言うのやばいよね。まあ、このたまらんやろ見とって、このスペランカーとプリンスオブペルビャーオーってたな、スペランカーとプリンスオブペルシャ足したみたいな、ワオワオって言うてるもん。いや、いやこっちたまんないでしょ。だってあのこのね、多分ね腕の角度を決めて投石するんです。笑っとる。あ、スーパーピットボールも出した。グルグルしとる。あー、裸の男の人たちが無知よ。いやこれちょっと湯気呼んでクリアまでやらなあかんでしょこれ。これ絶対やらなあかんでしょこれ。もうセロセットですよこれ。すごい、めちゃくちゃ打たれとるもん。でその死刑執行人よ。ガンダムハンマーで頭叩く。ちょっとこれは面白いでしょ。よみがえるんや、何のためにムチ打ったんや。痛い痛い。でもポンポンあれなんやね、ちゃんと鍵を取るために一時倒しただけで根本やっつけてくれるわけじゃないんや。鍵さえ取れりゃもう別に奴隷のことはどうでもいいみたいな。あー面白い。すごくないこのゲーム。ある種ドラキュラっぽさもあり、探索型メトロイドバニア的なこともあるし、プリンスオブペルシャでもあるし、スーパーピットホールでもあるし、これありとあらゆるゲームが融合したものなので、これ面白くないわけないよね。絶対面白いよね。だってメトロイドと悪魔城ドラキュラとスペランカーとスーパーピットホールとプリンスオブペルシャが足したんですよ。これやばい、絶対面白いですよ。うわ攻撃方法めんどくさそうやな。角度を決めるってやばいよね。まあ、あの逆に言うと混ざりすぎて消化不良で下痢を起こすっていう可能性も非常に高いですよねこれ。ダークキャスト、そうです皆さん、エレクトロニックアーツさんは、まあ、これパブリッシャーが EA なだけだと思いますけども、まあ、何が過去にあったかと言いますとですね、はい、私もクリアしましたですけども、はいこちら、何にゃ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 って、私もクリアしましたけど、ウィザード・オブ・イモータル、さらには悪しきことでおなじみソード・オブ・ソダン、これをですねパブリッシングしたメーカーさんなんですね。これちょっとこれ欲しい、欲しいよ、欲しいよ。やっぱりね、イモータル、ウィザード・オブ・イモータル、ソード・オブ・ソダン、ダーク・キャッスル、これをね、EA、悪しき、悪の枢軸、三部作と僕は呼びたいですね。あの右下の敵だと思うんで、多分。ああ。いやもう、まあ、こんなもんにしようか。ということで、皆さん発見しましたダークキャッスル。さあ皆さん、これは購入に値するか否か、皆さんもう聞くまでもないと思いますが、購入または見送り、コメントお願いします。どうぞ。
さあということで、もう聞くまでもなく購入ほぼ全員が、全員に言っていただきました。購入探しましょう。これは多分さっきのは奇跡的に2000円で済みましたけど、これは高いでしょうな。これはうちのスタッフマッピーという男の力も借りなあかん可能性もあるよね。にゃ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 山岡調べましょうか。ダークキャッスルあるのかな。まずはじゃあいつものことがアマゾンからいきましょうか。まあアマゾン正直期待できないですけど、まあ流れ的にね、はい流れ的にアマゾンの方からいきましょう。どうなんでしょうね、全然わかんないよね。ダークキャッスルだとね小説がいっぱい出てきますねこれね、はい、ジェネシスでダークキャッスルメガドライブって入れてみますか。ないんじゃないかな。ちょろっとマッピーにも調べといてって前なんかの時言った気もするけどね。あーごめんなさい、アマゾンないですね。これありがとうございます。みけにゃんこ、ゆきうさぎさん300ポイントありがとうございます。メガドライブ、カタカナ英語で打つと出てこないですね。ダークキャッスル、あー残念。いやちょっとアマゾンはなしですね。アマゾンはなしとなると駿河屋さん行きましょうか。駿河屋さんダークキャッスルジェネシス、さあどうだ。あー駿河屋さんもなし。なんとダークキャッスル、メガドライブ、ダークキャッスルメガドライブでもない、ダークキャッスルだけ。あーダークキャッスルだと駿河屋もない。ってなるとヤフオク、ダークキャッスルジェンシス、あった！やりましたよみんな。ありましたよ。これね、俺ねすごいなって思います。すごいなって思いますこれ。これねすごいなと思うわ。これねダークキャッスル、なんとかテイルとフラッシュバックがセットになって3万円。やっぱりねこの同じ匂いがするゲームっていうのはこのやっぱ入ってくるんですね、やっぱりね一緒に。やっぱねフラッシュバック散々僕は足引っ張れて苦しい思いしましたけど、やっぱりこの一緒に入り込む拷問セットですね。こうなってくると3本目のこれも気になりますけどね。これやっぱねお互いがお互いを引き合わせるんですね。3本目のフェアリーテイル、フェーリーテイルかな、これ知らないね。こうなるとこれも気になるよね、フェアリーテイルもね。この3本セットお得なのかって気にしてきたな。でも3万はないよな。でもフラッシュバックもねちゃんとクリアしましたけどね。そうだな、隣見てみようか。
これがフェアリーテイル。あー、これダークキャッスルですね。フェアリーテイルも調べてみる。うわ、むしろ得なのか。3万は高いよね。うわー、いいなー、いいなーとか言っとる。3万は高い。フェアリーテイル一回さ、フェアリーテイル見てみる。もうフラッシュバックはね、去年スペシャル放送でクリアしたんであれですけどね。了解。じゃあフェアリーテイルを一回見てみようかね。でフェアリーテイルを見てハマれば3万円が急に安く見える可能性ありますよ。了解。じゃあにゃ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 、次フェアリーテイル行きましょうか。了解しました。やばい、ダークキャッスル欲しい欲しい。フェアリーテイルのスペルわかる？フェアリーテイルだとアニメとか出てきちゃいそうだよね。それはわかる。フェアリーテイルジェネシスにした方がいいな。はい、面白いねこの配信。まあみんなからしたらあれやよね、あのドグマがなんかバカなこと言ってて高いゲーム買うなって見とるだけやから楽しいよね。そう思うとちゃんとこのお金投げてくれる人っていうかありがたいね。で他の視聴者のみんなは時間を使ってくれとるか。でもね、そうか、こいつバカだな、高いゲーム買ってっていうから、まあ、見とって楽しいよね。よし、じゃあジェネシスフェアリーテイル、どんなゲームやろう。これでいいのかな。タス3しかないけど、ありますね。メガドライブでね、一人挙げられてる人がいる。これちょっとじゃあ見てみましょうか。はい、メガドライブで挙げられてる人がいるんで、ちょっとごめん、頭がなんかオープニング入ってるんで飛ばしますね。はーい、じゃあキャプチャーさせてもらいます。多分ね、これだと思います。おそらくこれで合ってんじゃないかな。じゃあいきますね。ちょっと音を大きかった言ってね、ちっちゃかった、ちょっとあの動画の音のバランスね、とんの難しいんですよ。はい、ちょっとごめん、外国人の方の声が入っちゃうけど、まあまあお許しください。時間これ良くないな、音入ってない。タスで我慢しようか。ちょっとタスにするわ。すいません、声が実況しかちょっとないみたいで、かなりマニアックなゲームみたいですね。セガサターン、ごめんなさい、ジェネシスじゃない、あ、アミガバージョンなら、アミガバージョンならあるんで、まあアミガでいこうか。ちょっと音の違いとかあると思うけど、はい、いやごめん、やっぱ足すの方がいいな、失礼、まあ、足すだから参考にならない、スピードはね参考にならないと思います。はい、ああごめんなさい、気づいてなかった、すごい、ありがとうございます。先日やった悪魔の招待状面白かったです、ありがとうございます。5000ポイントすごい、ありがとうございます。頂戴します、黒猫さん、すいません、いつも。いやこれはまずいですよ、これは超嬉しいですけど3万円いくパターンまずい。黒猫さんありがとうございます。すごい、いただいちゃった、すいません、ありがとうございます。3万円がちょっと考えさせてくれ。黒猫さんありがとう、いつも。悪魔の招待状良かったですね。今度ケムコさんのゲームもね、やりたいですよね。ありがとうございます、頂戴します。やばい、黒猫さんの流れからフルセットパターン、フルセットか、まあ、一回見ましょう。はい、ちょっとねごめん、こっちにごめん、片瀬奈々さんが見えとるからちょっと気が散るから、これ一回削っていい。俺片瀬奈々さん好き、チャンネル登録しとんねん。はい、じゃあ行きまーす。これタスです。あれ面白そう、ゼルダっぽい、ちょっと面白そうやな。
ガドライブの音だね。いいけど何も出えへんなって言ってた。足せやからさ。なんでやろう、さっきのシャドウ・オブ・ザ・ビーストもそうやけど、この人も体感が良さそうやな。体がブレないね。これ元祖最勇気スーパーモンキー大冒険みたいなゲーム、全然敵出えへんな。これタスやから、もしかしたら歩いとるだけで終わるんか。これ飛ばしてくね。なんかいた。あ、戦いがあるよ。全部無視してる。音でかいな。まあ、あの率直な意見ですけど、これ攻略サイトとかないとクリア難しいかもね。英語出して、まあ、クソゲー、全然バカゲー感はないもんね。いいゲームだわこれは。これいいゲームだよ多分。ほら、なんとなくこの地下の構成を見ると、15年間誰もクリアできなかったエルナークの財宝っていうゲームを思い出しますけどね。エルナークの財宝っぽいな。あ、夜になった。あ、宇宙まで来たよ。宇宙まで来た。あー、えー、ということでフェアリーテールクリアしました。やりましたね皆さん。皆さんやりましたね、やりましたね。これおめでとう、おめでとう。ちょっと黒猫さん、ゆずきさん、ごめん、一旦フェアリーテールやめといていい？ちょっとバカゲーじゃないもんね。ってなると、いやー、ヤフオクにはこれしか出てないんだよね。これ eBay 案件かな。eBay 案件か。どっかみんな情報を誰か知らない？もし情報あれば。うん、ダークキャッスルか。まあマッピーに頼むしかないかもしれないね。3万円か。出品者世界もんヤフオク店、他調べてみるっていうのもありだね。メルカリ調べてみようか。なるほど、その、あ、その手はあるな。了解、メルカリ調べてみるわ。メルカリがいいかもしれないね。確かに3本セットってのはちょっと高いよね。メルカリで、ダークキャッスルね。出てない、出てないでしょ。誰があんなゲーム持ってて売るんだよな。誰があんなゲームを。あー、ダークキャッスル残念ないですね。カタカナで売ってみようか。英語ではなさそう。あー残念。いやー、ごめんなさい、ないですね。なので行くとしたら、もうこれ行くか、まあそれでもちょっと eBay、まあ今日いないですけど、フリマッピー案件でちょっと調べてまうしかないかもしれないですね。
これ持ち帰りかな。お、世界門にあります。何世界門って。わしゃ知らん。それ何や世界門っちゅうのは。世界門に出てます。それは何や、ホリエモン、ドラえもんに近いの。やっぱあの AI で詐欺広告で怒るね、やっぱり。洋芸専門店なの。俺全然知らんわ。世界門調べてみようか。それはいい情報。eBay 公認サイト世界門っていうのがあるんや。あー、世界でってことか。あ、そうなんだ。これで見てみようか。ありがとう、調べてくれたよな、みんな。じゃあ、ダークキャッスル。あシェーシェイ勝利。これまあでも送料は別だから、アメリカからそう送ってもらうと、過去の経験で言うと送料って多分、まあ、1万円はしないと思いますけど、5000円から1万円ぐらいの間は確かすると思うけどね。多分だってこうアメリカから来るんやろ。まあ多分5000円から1万円の間はすると思う。絶対そうだよね。で1ヶ月、まあものによっちゃ1ヶ月ぐらいかかるよね、多分ね。だからまあ送料が5000円だとしても、一番安いこの辺り買ってもまあ8000円、8000円か。もうちょっとごめん、送料調べてみなあかんけど、関税もかかるよね。で関税も考えると、まあだから1万円ちょっとと思ったらいいのかな。ってことはちょっと待ってよ、1万円ってことは1本1万円するってことは、あなたたちこれ3本で3万って悪くないんよね。まあでもいらんもん買ってもしょうがないもんね。3本で3万や、まあ悪くない。箱説明書ついてるもんね。そういうことよね。これ箱説ついてて3本で3万円は、まあこれも送料かかる、海外からの発送やから、まあ、これもプラス5000円ぐらいかかりそうやな。あ、でも即決、まあこれどうなんやろ、送料は。海外からの発送やから、でも送料無料って書いてあるわ、ほら。そうやね。ただ問題なのは、ごめん、フラッシュバック俺持ってるし、フェアリーテールいらんのだよね。いやー、これは参りましたね。フラッシュバック持ってるし、フェアリテールいらないんだ。いらないんだ。これ悩ましいですね。コレクションにどうぞ。いらないな。いらんわ。フェアリテールやる？いや、やめとこ。フェアリテールいらんわ、俺。まあ、いったな。だってさ、フェア、これセットで買うでしょ。で、いらんかったら手放さないといけないじゃん。で、フェアリーテールやらずに売ったら転売だもんね、はっきり言って。やりゃ俺いいと思うけどね。まあ、それかこれを買って、あの、いらないですけど、ついてきたんでやりましょうって言って無理やりやるか。全員白目を向いて。全員白目を向きながら、しょうがなくやるか。視聴者の皆様もドグマ風見ももう勘弁してくれって言いながら、なんとか最後までやるか。
白目を向く。画面に変化がないよ、で英語がわからないよ。でもまあそんなこと言うけど、フェアリーテイルは割とまともにやったら面白そうなゲームではあったよね。ね。フラッシュバック持ってるんだよね。これだ、まあ英語版ってことでだろうけどね。まあ、持ってるのを買うのは別に、前から言うんですけど、僕コレクターだなじゃないので、なんかもったいないんだよね。あれ？まあでもこういうことなのかな。あのこっちにも出てますよってやつだね。はい、こっちにも出てますよってことだよね。そうそう。こっちにも出てますよってことだよね。お支払い予想額やから、まあさっきの3万円とほとんどまあ変わらんかってことだよね。ちょっと安いかもってことだよね。同じ、多分同じだと思う。ドグちゃん決めていい？ドグちゃん決めていい？わかりました。では、なんか用芸をもう一個、この世界門さんで引っ付けて送料を安くして買えばいいんじゃないでしょうか。どうこのザイデア。多分同じアメリカやったら一緒になるんじゃないかな。まあごめん、わからんけど、他の国だったらダメだと思うけどね。一緒にならんかな。ね。なんかなる気がする、そういうのってね。だから、またこの後まだ俺調べてきたやつあるので、それを調べて、よかったら一緒に買えばいいんだよね。抱き合わせで、まあ州が違ったら無理かもしれないけどね。まあその可能性をちょっと調べてみて、わかりました。じゃあちょっと一旦保留します。ありがとうございます。前向きに。を検討します。ちょっとあれもやりたいよね。にゃ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 。やりたいな。やりたい。じゃあこれ三角ね、ダークキャッスル、シャドウオブビーストは買ったからね。いや、検討にゃ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 。あ、やっぱりそうなんだ。米国センターに集荷されてから一括発送になるので。あ、多分送料安くなるかも。だって情報ありがとう。ならいいね。にゃ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 。超欲しい。やばい、ワクワクしてきちゃった。はい、あとね、一応調べてきたのがこれ、まあ、前もこれね、みんなで見、この企画でみんなで見て買おっかっつって手に入らなかったんですよ、売ってなくて。ただもしかしたら今言ったみたいに引っ付ければ いけるかもしれないね。これです。はい、もうこれ過去にね調べてね、ダメだっつって買えなかったやつです。ちょっと最近、今年はあるのかな、その日が、その日があるのかな、どうなんだろうな。あったらね、ちょうどね、前から僕ね、欲しい欲しいってずっと言ってたゲームです。もうこれは今更っていう感じもあると思いますけども、改めてここで
見ましょう。もうドンと出します。こちらです。なんとかこれ手に入れたいな。よし、はい、ということで、ドグちゃんがずっとやりたいと言っております。13日の金曜日、ネス版です。これは絶対やりたいよね。今年あるのかな。これ前見て買うのやめたんだよね。だってね、 LJN なんですよ。でさらにみんな BG よく聞いて、 LJN なのに作ったのがどこでしょう。ある日本の有名メーカーが作ってます。聞き覚えがない、みんな音楽。はい、これが皆さん、紫のジャージを着た、ジェイソンおじさんです。ということで、まあみんなわかんないか、これ実はね、作ったのが当時のアトラスさんなんですよ。これだからアトラス版13日の金曜日って言えるんですよ。ほら、この辺メガテンっぽいでしょ。音がね、アトラスさんの当時のメガテンのね、これ音源なんですよね。この辺の音とかファミコンのメガテンっぽいんですよ。ちょっとアトラスさんがね、これディベロッパーで作ってるはずなので、バイオ戦士団とかね、ファミコンの女神転生2みたいな、雰囲気が残ってるんですよね。あとは空手キッドかな、ネスのジェイソン出てくるジェイソンが村ジェイソン逃げてってまうこれはですね、皆さん、海外のファミコン、任天堂エンターテインメントシステムの作品ですね。ファミコンにしては音いいよね。ね、バイオ戦士ダンっぽいよね。キングオブキングス的な感じ。これ、だから、世界門っていう手が、世界門で調べりゃいいのか。ジェイソンちょっと弱いね。皆さん、アトラス製のこの13日の金曜日は13日の金曜日にやりたいよね。話題になるかもしれないよ。これ攻略本とかなかったら無理じゃない？見た今のこれ前も見ましたけどね。来たよ、これ。これガニ股紫ジャージおじさん、これいいですよね。これすごいですね。それで半ズボンのこの主役のこの避け方がいいよね、これね。芸人さんの相棒の人いましたよね。透析でやっつけられないでしょ、これ。これめっちゃいいくない、これ。動きいいよね。あ、今年は、9月と12月に13日と金曜日ありますよ。わー、これ行こうか。13日の金曜日、9月と12月にやろうか。大体9月と12月の13日の金曜日はみんなオンラインの、1対4だか5の13日の金曜日やるじゃない。やっぱこっちバージョンやる人は俺、世界で俺だけなんだよ。ありました。これはね、13日の金曜日です。前も調べて手に入れられなかったので、こちら僕はいいかと思いますが、じゃあこれは皆さんに判断を仰ぎましょう。購入か見送りか、お書きください。どうぞ。さあ、お見送りも今回出てきたな。いや、いいんですよ、皆さんの意見、みんなでやるんですから。購入、購入、購入、見送り、購入、
購入。あれ、いや、やっぱり圧倒的、 YouTube が圧倒的。ニコニコはちょっとやや見送りもありましたけども、わかりました。では、購入のために動きたいと思います。ありがとうございます。フィリーさんから100ポイント、そしてフィリーさんが連続4回250ポイントいただきました。ありがとうございます。さあ、ではこれ物があるかどうかだよね。だから海外のゲームなんで世界もんで調べればいいんや。フライデーチャイナタウン、何やった、フライデーザサーティーンネスだな。なんでフライデーチャイナタウンで言ったんやろ。世界もんってあんまり今まで検索したことなかった。あー、皆さん、いける、さっきのと一緒にできるんじゃない？ダークキャッスルとフライデーサーティーンズ、さっきので両方で送料が1回で済むだったら、調べるわ。でもコメントで世界もんだったら一緒にすれば、国が一緒だったらいけますよってさっきもらったもんね。だってこれなんて158円だよ、動くかどうか知らんけど。あ、でもね、完品だと高いんだね、やっぱりね。うわ、これか、世界もんで買った方が絶対いいね。あ、完品だとやっぱ高いんだね。ほら、説明書がついてると。うわ、ピックアップゲーム、カートオンリー、何これ、買おうかなこれ。うわ、すごい、高橋名人の冒険島やん。海外版の2もある、すごい。これ全部でこの値段ってこと？これもうディノ・リキもあるやん。なんやこれ、なにこれ、見たことないな。ギリガンズ・アイスランド、なんやろ。はあ、全部で何本か分かんないな。これ皆さんどう思う？見ちゃった俺。うわ、でもこれやめようかな。これ多分なんか良くない気がして、今みんなに見せる前に良くない気がしちゃった。これね、こんだけだついてるんだって。これさっきのと別ね。こんだけゲームがついて、まあ、日本でも見たことあるやつ多いよね。これマイク・タイソンパンチアウトかな。こんだけついて、うわすごいな。で、いくらだと思う？これ。これ全然ごめん、あの13日の金曜日と関係ないけど買おうかな。これ全部でじゃないですよ、本当に。これは横の欄から選ぶだけでこの値段じゃないです。え、どういうこと、5900円で全部じゃないの？じゃなくて、なるほど、そりゃそうだよね、そりゃそうだよね。ここでごめん、プルダウンがちょっと映らないですけど、
1個795円でいくらでも売りますよってことなんだ。あー、まあでも得は得だよね。まあ、でも得は得だな。まあ1個795円で欲しいものが複数あるのであればいいね。だからここにみんな目を凝らして、13日の金曜日があればあのとてもいいですよ。ある？あ、バットマンもある。でも欲しでもさ、欲しいもんあるかって言われると、まあ、確かに。だってコントラも別にね、安い悪魔城ドラキュラも海外版、まあそう言われるとドラクエの1も持ってるもんな。ダブルドラゴン、これこの前やったね、チェスターズなんとか。あー隠れとったぞこいつ、こいつ隠れとった。795円勝利。すごい。まあこれ分かりました。よく調べて本物かどうかを判断してですね、ダークキャッスル、そして13日の金曜日ファミコン版、合わせ技で買います。やりましたね、やりましたね。これ見つけましたね。じゃあこれはもうダークキャッスルと、13日の金曜日。これ他にも、まあでもごめん、パッと見何がいいかって、まあ分かんないもんね。すげえ数のソフトあるから、これまあこれっていうのはまあパッと見て分かんないもんな、このソフトの量。まあよくマニアがやるのはとりあえずダダダダッと買っといて、安いから買っといてっていうやり方する人もいるらしいですけどね。まあとりあえずいいで買いましょう。はい、ということで、購入決定したのがシャドウオブザビーストとダークキャッスルとフライデー13。変なゲームばっかり買う。もっといいの買えよな。いいの買えよ。何言ってるんですか。いいのでしょうがよ。いいのでしょう。いい、失礼な。すごくいいじゃないですか。何を言ってるんですか、もう。さあ、じゃあ次行きましょう。まずごめん、僕が調べてるのばっかでまだ一部ですけど、パッパッと行きましょう。あとね、日本のゲームなんですけど、これもね、これね、まあバカゲーとはずれるんですけど、あ、これやらなきゃっていうちょっと使命感にちょっと僕は目覚めてしまったという意味で、まあバカゲーに入れさせて、もらいます。これ知ってる人はね、知ってるんじゃないかな。はい、シェイプシフターというゲームでございます。はい、これ過去にやってないんじゃないかな。が反響欄になっておるんだ。はい、もしうちの放送で出してたらごめんね。もうね、何を紹介して何を出してないかってもう覚えてないんだよね。はい、ではいきます。もし出てたら、再びということになりますけど、はい、じゃあいきます。あー、これしまった、出てまった、テロップが。これね、見つけたんですよ。すい
ません、こちらのサイトさん入れてくれます。鬼の繁栄は人々、はい、国の繁栄は人々に数々の夢を与えてくれます。これまたビクターだからいいな、これと言った預言者がいました。ここクレリオンの国ではまさに今が繁栄の時代です。山の小人たちはこの時代をタイラック・アールと呼び、森の妖精たちはディケス・ラスタナと呼びました。ちょっといいでしょう。そしてクレリオンの国の人々は光の時代と呼んでいました。まあまあオープニングはさておき、クレリオンの国にはファイブリングと呼ばれる5人の強力な魔法使いがいました、うん、この5人こそクレリオンの心臓ともいえるもので、人々の命はこのファイブリング5人の魔法使いに異変、しかし、まあ、オープニングを守っていた の日も間近です。本編の方なんです。闇の支配者たちはこの日にクレリオンを持っています。永遠の悪夢が訪れる前に、エコーかかった。だな、これは大臣直々に取ることはできん。でも私は町を出なければならないんだ。これは大臣直々の命。聞こえた、ま、テロ通ることはできん。でも私は町を出なければならないんだ。これは大臣直々の命令だ。町は閉鎖だ。わかったな。様の命令で誰も通ることはできん。でも町を出なければならないんだ。大臣から直々の命令を受けておる。町は閉鎖だ。お直し。あ、これちょっと良くないな。ちょっとこれ一旦、これ斉藤さんすごい説明されてるところやからやめるわ。ごめん。山田くんさんというチャンネルのキャプチャーさせてもらってすいません。山田くんさんごめん。これは良くないね。申し訳ない。やめましょう。これは勝手にキャプチャーされたらね、申し訳ないですからね。山田くんさんすいません。違うのにしましょう。あ、これは良くないですよ、これは。ただね、ないな。ないな、これ。よし、この辺りで行こうか。弓かい。そいつは、と。お、これで行こう。これ良さそう。いや、山田くんさん、すいません。ありがとうございます。じゃあ、こちらで行かさせてもらいます。とは、キャプチャーしちゃダメだからね。はい。ポーリンの森の妖精から買ったもんだ。カール・ギューンって呼んでたっけ。いや、何、魂の探求者って意味だがね。どうもやわい。おっと、えい、いや、やめましょう。これはやめましょうね。これはやめましょう。よしよしよし、ダメだぞ。ダメだ、人ののをキャプチャーしちゃいけない。えい、いや。いや、これは僕が悪いですよ。だってエイヤーのとこだけがたまたまこう皆さんの元に届いてしまったわけですから、これはね、エイヤーとおっしゃった人は悪くないですよ。そう、やめなさい、あなたたちエイヤーって言うの、やめなさい。これやっぱ難しいね、このあのちゃんと出していいものかどうか調べないず出していけない。これは僕のね、不徳のいたすところです。勝手にキャプチャーしてしまいまして申し訳ございません。動画上げられてる方、申し訳、動画上げられてる方申し訳ございませんでした。えいやっていうことで、池田秀一さんが主役をやっとるんですよ。これはジャケ田秀一がやっとるわけですよ。池田さんだったよね。
で池田さんがゲームの主役をやられるなんていうのは、まあ、シャア・アズナブル以外では、あの砂の惑星がシャア・アズナブルだったでしょ、プレイステーションの、異星人と格ゲーをするという、人間をおよそ人のみしてしまいそうな二足歩行の異星人をパンチで殴るっていうあったでしょ、砂の惑星っていうプレステの、あれもね池田秀一ですよ。で皆さんご存知ザ・スナイパー1-2、これも池田さんですから、これはね4本目の秀一ですよ。いやさらにごめんなさい、ノットトレジャーハンターもありましたから、はい、ポリゴンがカクカクでおなじみノットトレジャーハンターも合わせるとこれ5本目の秀一なんですよ。すごいですよ。あ、そうか、砂の惑星は堀川亮さんやったわ。じゃあやっぱり4本目だ。来ました、皆さん4本目ですよ。だから4本目の週1をちょっとこれみんなで買いましょう、これいきましょう。そうか、砂の惑星は堀川亮さんやったわ。じゃあこのシェイプシフター魔界英雄伝、これをでも短絡気になったからか、うるせえなごめんごめん、思わず。これをでも日本のゲームやからこっちでやっていこうかね。ノットトレジャーハンターいいですね。ララーも最初の動画に出てました。ガンダムゲーは脳幹化、4本目の週1、どれも外れがない豪華なラインナップ、いいですね。シャドウハーツ3は主役じゃないけどなかなかなゲームです。だからそんなにやっぱり多くないんだよね。さあ、お、皆さん、まさかの、まさかの、あーなるほど、ぬー、まあでもアマゾンでこれってことは期待できますね。でアマゾンで4000円ってことは駿河屋、またヤフオクあたり行けばね、まあこれ配送料は皆さんアメリカにしてるからですよ、これは。はい、あのさっきから言ってますけど、一応こっちの住所が出てしまわないようにアメリカにしているんで配送料が高いだけですから、ご安心ください。なのでまあ配送料は普通に考えて1000円以内ですから。さあじゃあ行きましょうか、駿河屋さん行きましょうか。駿河屋さん、シェイプシフター、な、ザッ、ザッ、これはザッ、これはもう買っていいんじゃないか、これこれいいんじゃないのか、これこれ1個だけ確認していい？あのパッケージの真ん中の人が週1でいいかな？ままあ、んちょっとまあ週1らしからぬ肉体ですけど、まあ、仮面をつけとるあたりは週1なんだよね。これまずね、これどうなんやろうね。割と池田さんって武闘派ではない、こうスマートなイメージありますけど。このバトルアクスイメージないですけどね、まあ、仮面はちょっとアズナブル感を醸し出してますけどね、これ違う、これどうなんでしょうね、これがね、おめえ週一かそうね、ちょっとこう肉体はちょっと違うんですけどね、これ悪くないですね。これで、ね、皆さんすごいですよ、まあ、さっき調べたからなのかもしれませんけど、
シェイプシフター魔界英雄伝で、同じビクターさんの作品で類似検索が、はい、さっきのシャドウオブビーストやっぱりルイは友を呼ぶんだな。やっぱりルイは友を呼ぶんだな。やっぱりな、まあ、さっき俺が調べたからかもしれませんけどね、これはルイ友かもしれませんね。さあ皆さん、シェイプシフター、これから購入か否かっていうのはさ、あれしようか、みんなに聞くのはまずこれは調べる価値があるかどうかっていうのが1個目のみんなの問答質問で、で調べてよかったら2つ目の皆さんへの質問で、購入か否かの方が正しいよね。わかりました。では皆さんにお伺いします。2つ目の質問とさせてください。シェイプシフター、武闘派池田秀一さん、購入すべきかどうか、購入か見送りか、コメントどうぞ。ということで皆様満場一致とさせていただきます。購入します。買います。なんかちょっと気がついたな、これみんなに聞いてやっとるけど、みんなからしたら別にそれはな、メンバーやスパチャギフト有料会員以外の人はとりあえず買いますって言っときゃいいもんね、別にね別にね、みんなからしたら断る理由がないもんね、別にどんなゲームでもな、別に買ったら、あなたが買いたかったら買ったらいいやんみたいなそうやな、これはだから会員の方とメンバーの方とスパチャギフトくれた人に聞くんならまだわかるけどね、そうじゃない人にはまあ特に聞く意味もないかもしれんね、これはまあ一応ね、番組のエンターテインメントですから、これ一応皆さんも参加していただかないとあれなんで、ここはそういうこと言わずにちゃんと聞いていきましょうよね。そうそうそう、それを言っちゃおしまいですよ。そうそうそう、まあ、だから俺も言わなきゃよかったんですけど、そこはもうちゃんとみんなも参加してもらって、一緒に買って届いたら一緒にまるで買ったかのように喜ばしいじゃないですか。そうでしょ。そうそうそう、で一応みんなで買ったよねっていうこの一体感が大事なんです。そうで、それで手に入ったゲームはよりみんなもしょうもないゲームでも見たくなるでしょ。不思議なもんだよね、突然さ、例えばさっきのニャ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 っていうのをさ、なんか拾ったわって言ってやっても別にね、響かないもんね、みんなね。いよいよニャ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 が来ましたかと、これワクワクして会社休んで俺の生放送に時間合わせてくれるかもしれんもんね適当にさ、なんかやったわ、変なゲームやなっていうのも楽しいですけど、やっぱりこうみんなでニャ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 をやっぱりこの日やりますって声高らかにやっていこう。よし、いよいよあのニャ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 が来たのかって言ってワクワクしてみんなね、学校会社から急いで退社してドグナマ今日見るぞってこういう気持ちになってほしいんですね。今日は待ちに待ったニャ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 の日ですねって言ってまあでもなんかそっちの方が僕も楽しいし、みんなも楽しんでいただけるかなと思って、最近はね水曜日そういう枠にしようと思うので、ぜひこれからも一緒にこのなんていうんですかね、一体感も楽しんでいただければと思いますね。こっちの方が面白いよね、絶対お祭り感というかね。
でもちょっとニャ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 楽しみやじゃない。最後にもう一回見ようか。もう一回ニャ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 、あれなんなんやろうな、ロボコンみたいなこうやって動いとったやつ。ニャ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 。じゃあシェイプシフターも買います。今日すごいな。ダークカス、あ、じゃあこれごめん、またあのあれ拾ってこうか、ファイルを、はい、貼ってこうか、わかりやすくね。まだみんなに聞くターンやってないんだよね。今日買ってるな、今日買ってますよ。ダークキャッスルね、はいはい、サムネをじゃあ貼り付けていくね。すごいな。まあでもこういうのが楽しいな。あのニコニコっぽいっていうの、ニコニコっぽいっていうのはなんかこうね、シェイプシフターと、間違えた、もう一個が何やった、シャドウオブザビーストだ。なんかこうネットっぽくていいよね。こういうのあるとみんなも応援して、こうなんていうの、応援、自分で言うのはあれですけど、応援してもらいやすいというかね。ただ単純に俺が勝手に買ってきて勝手にやるよりも見ていただけるんじゃないかなと。いやでもね、かわいい女の子の配信やかわいい V に勝つっていうのはもうこうやってみんなで楽しむしかないねそれしか私は勝てないんだ。それはかわいい方がいいもん、当たり前やそんな。それはね、片瀬奈々さんの配信の方が普通見るもん。くそ、負けないぞ、片瀬奈々にも負けないぞ。片瀬奈々さんをライバル視するのはちょっと違う気がするけど、あとがダークキャッスル。ダークキャッスルはあのニャ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 のシーンをもっと撮っとこうか。はい、そしたら端に行き、はい、うるさい、ガインガインガン、今更レトロクソゲーさんが出ちゃった、失礼しました。ほんと最近レトロゲームクソゲーも本当にライバルが多いというか、まあ別に僕が第一人者だというつもりはないですけど、たくさんの方やられてるっていう意味でね。まあでも見てて楽しいもんね、やっぱね、すごい楽しい。いろんな方がやられてて、いろいろ僕見てますよ、レトロゲームチャンネルはね。意外とうちのチャンネル、あの見ていただける方もお見えになるかもしれませんけどね。あのファンもすごい有名なところ、まあそうでないところって言い方になっちゃいますけど、いろんなところ見てますよ。とてもね、あの面白い方多いなと思って、よく調べられてるなーって結構参考になったりもねしますけどね。はい、間違えた。惜しい、惜しい。ちょっと欲しい、欲しい、すごい欲しい、もう早く絶対買おう、絶対買おう。はい、じゃあこれキャップっとくね、これでいいか。これこうして、いかメモリがいけるか、ちょっとごめん待ってね。あーすごい、お寿司1800ポイントギフトありがとうございます。ニコニコ、今日ニコニコどうしたの、俺が引退するぐらいギフト入もらっとるな。すいません、いただきます、ありがとう。フィリーさんありがとうございます、すいません、ご無理だけなさらないようにお願いいたします、ありがとうございます。はい、ちょっと待ってね、今やっちゃいますね。この後皆さんにお伺いする後半戦やるので、あ、もうそろ、もうこんな時間やば、ちょっと後半戦チャットやって会員限定にしましょうか。会員限定でもう一個、皆さんにお伺いするのやりますので、
はい、この後皆さんにお伺いするターンです。はい、はい、ちょっと今切り抜いて保存しときました。やばいな、今日俺のターンで終わっちゃうな、これは。じゃあみんなのやつ一つにしようか。ダークキャッスル、はい、はい、ちょっとフォトショップ開いて切り抜いてました。ちゃんと僕フォトショップ月額のやつ使ってるんで安心してください。誰かみたいにあの割ったやつ使ってません。みんなね、にゃ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 っていうね、理由はね、ダークキャッスルというゲームで、にゃ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 してます。で、フライデー、これね、にゃ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 、なんなんやろうな、にゃにゃ言うとんのな。一体全体何なんだろう。はい、はい、ということで今日購入一旦今決まったのが、この、このまず4本購入決まりました。素晴らしいですね。いやーすごい、これは絶対にこの4本が欲しい、喜ぶのはうちのチャンネルだけですよ。濃いですよね、インパクトがすごいですね。いや個性的、いやすごいです。変なゲームばっかりもう返す言葉がないです。返すことはない、変なゲームばっかり、すごいですね。まあ、唯一ね、あの池田秀一さんが右上に鎮座されているのがね、まだマシじゃないかなと思いますけど。はい、では、この4本前半戦終了しましたけど、後半戦時間が短くなってしまいました。では、ここからは、バカゲー、に限定させていただきます。皆さんからの情報を求めます。皆さんの知っているバカゲーお書きください。どうぞ。一応値段とかレア度とかハードの制限を撤廃して、これおすすめですというのを書いてください。どうぞ。別に今のゲームを超えろってことは別にないので、皆さんが思うバカゲーで結構なんで、ぜひ書いてください。はい、もうどんどん書いてください。ちょっと時間の都合で一つ二つぐらいしかちょっと見れないと思いますけども、おダイナマイトデカいいゲームですね、確かにバカゲーかも。喧嘩上等ヤンキー番長プレイディアの家なき子家なき子とんでもクライシスアースワームジム、あ、それ聞いたことあるなっていうか、ちょっとごめん、ニコニコもこれからやと思うけど、 YouTube のクソゲーの情報がやばいちょっと YouTube のクソゲーの情報がやばい、すごいこれはかなりでかい、すごいですよ。YouTube の皆さんの情報通がやばいですね、これ。これすごいですね。一応読み上げましょうか。で、ごめんなさい、時間の都合で僕響いたやつだけ調べさせてもらいますね。プレステ1キャットザリバー13の探偵、某アニメーション学院の生徒が作ったみたい。ああ、これすごい響きそう。うわ、メガドライブ、邪神、ドクラソス、ダークキャッスルが気になって。たらこれも押さえておきたい、エレクトロニックアーツうわ、もうこんなん汚いわ、こんなんも気になるに決まっとるやないの。 PS1 キャプテンラブ恋愛アドベンチャー激ん論劇バトルシステム、愛の論理を理論を熱く語ることで相手の精神的なダメージ、あー面白そうやな。せがれいじりグループ地獄 V、モンスター対ラストハルマゲドン、モンスター対エイリアン、ルーマニアアリーゲームですね、ギャンブラー自己中心発、東京マージャンランドパロディーが突っ込みすぎてメガドラミーに入れなかったゲーム、
出会い殿様あっぱれ一番なんか面白そうやな。ジノーク俺たちゲーセン族、ジノークトイレキッズ、あトイレキッズね、あのうんちのやつね。デイドラス、シーマ、シーマインゲームですね。ランナバウト、激烈サッ、激烈サッカーテクモ、あシーマン普通にいいゲームだからね、またいつかやりたいですね。ドリキャスだよね。ドラゴンボールエボリューション、ドラゴンボールエボリューション、あれで映画版のやつだよね。セガレイジリ、姉さん、あこれね知ってます、めちゃくちゃ今高いんだよね。新任天忍びのセガサターンの作品、焼肉奉行、あこれちょっと話題になったよね。セガレイジリ、セガレイジリ、 グルーブ地獄 V も2、やっぱ2つあるやつ気になるね。これメモっとこうか、グルーブ地獄 V、 はい、PS2 のストリートゴルファー面白そう。あこれね、爆電アンバランスゾーンはね PC エンジン特集の時にね買ってやったんですよ。めちゃくちゃ面白かったですね、ありがとうございます。確かにいいゲーム、ただやったらね音楽YouTube 引っかかってね収益化できなかったです。アクションゴッドハンド、セガレイジリ、PS の超兄貴、あー超兄貴いいですね。レギオン、小工場セディ、あクッキングファイターパオはね、結構言葉皆さんに情報いただいてます。水月さん200ポイントありがとう。アストロ球団、アストロ球団のゲーム化はちょっと気になるな。うわちょっと時間ないな。バイトヘルの人か、なるほど。ラストアルマゲドン、あ東方文献文録、うわどうしよう。ツインゴッテス、あツインゴッテスはねごめん、もう おとといもねやったんですよ実は。あシンプル2000、カンフージャッキー、あこれもいいな。うわどうしよう。ダークシード、頭からエイリアンが突き破って死ぬ、エイリアンのデザイナーが、あーギーガーさんだよね。うわ PS、 うわこれ気になるな。ちょっとごめん、俺がズバッと刺さったやつにしようか。あエアーズアドベンチャー、どれやろうな。なかなかね持ってます、ごめんね、ちょっと選ばれなかったり過去にやった情報でも全然結構です。うわでもごめん、やっぱりうわスメシさんのキャプテンラブかドクラソスかキャットザリパーかな。他のみんなごめんね。いやボディハザードもねやったやった、アンシャントロマン、アンシャントロマンもいいな。ニコニコ決めようか。 PS2 のか、 PS2 も悪くないですね。意外とニコニコの人の方がそういうクソゲーの情報いっぱい来るかと思ったけど、あれなのかな、どっちかっていうとニコニコのみんなで名作っていうとねたくさん売ってくれるんですよね。だからやっぱニコニコの方々はこう名作とかいい情報、いいゲームの情報してて、 YouTube の皆さんはやっぱ常日頃クソみたいなゲームを YouTube で調べとるということなのかもしれないね。ちょっとこのいいですね、ネットの何でしょう、この国民性じゃないですけどみたいな。いや全然いいんですよ、名作募集することもあるので全然大丈夫です。じゃあグルーブ地獄 V とアンシャントロマン、今日はねバカゲーの日なのでちょっとバカゲーさせてもらうね。全然全然、それぐらい。スーパーギャルデリックアワー、何それ、スーパーギャルデリックアワー、 PS1 のパイロットになろう。うわー分かりました、じゃあ決めるね。ありがとうマナちゃん、 PS の薬つ呪いのゲーム、どういうゲーム。じゃあ分かった、これでも気になるな。ジムパワー、すいません選ばれなかった人ごめん、またやるからね申し訳ない。でこれ気になるよね、やっぱり
邪神ドクラソッソソスクッキングファイターパオはね、前ね教えていただいて、なんかあのなんだっけな、ダウンロード版が確かあるんじゃなかったかな。はい、ということで分かりました。皆さんありがとうございます。ニコニコも YouTube もありがとうございました。これから調べる4本読み上げさせてもらいます。そして会員限定23時からでしたけど、23時半からにさせてもらいます。会員限定の方でまた募集して、会員限定の方では1本絶対にお約束して買います。会員の特典です。遅くなってごめん。これから調べるのはグルーヴ地獄 V、 アンシャントロマン、ジムパワー、邪神ドクラソス、この4本を調べます。もう次回からはごめんなさい、20時からやろう。足らんわこれ、21時からじゃ。じゃあグルーヴ地獄部位、この後会員限定ニコニコ YouTube ありますけども、ちょっとすいません遅くなってしまいます。はい、話してるとね時間短いんだよね。これグルーヴ地獄って、これ電気グルーヴさんのグルーヴかな、もしかしたらね、その可能性あるね。だってこれ、これだってそうでしょ、これピエールさんじゃない。グルーヴ地獄ファイブ、グルーヴ地獄ファイブ絶対面白いやん、こんなの。ドリフ、音、ドリフ、電気グルーヴさんのゲームってことか。バイト地獄、これバイトヘルっていうゲームもうみんなに教えてもらって買ったけど、似たようなゲームかもしれないね。ボールペン工場、キャップをはめる、これだけ見ましょうか。あ、バイトヘルと同じ会社なんだ。やっぱそんな感じするもん。いいですね。バカですね。こういうミニゲームをいっぱいや。内職を体験していくんや。これは雑談しながらやったら面白いかもしれんね。あの野田クリスタルさんのゲームにちょっと近い気がするな。まあ、野田さんのゲームとかも野田さんもこういうのやられてたんでしょうね、昔ね。はい。ということでグルーヴ地獄 V でした。汚ねえな。汚ねえな。はい、皆さん覚えておいてください。最後にどれにするかっていう質問もします。次、アンシャントロマン、アンシャントロマン、これ知らんな俺。あ、アンシャントロマンは RTA かカラスマさんしかないな。あとね、これ人気 VTuber の、ごめんなさい本当に僕漢字が読めないんで、漢字間違ったらごめんなさい、シューボーパトラさんがやっとるから、こうキャプチャーできないですねこれ。あと RTA も RTA の奏者の人が喋ってるやつなんで、いやちょっとごめんなさい、これキャプチャーができないですね。これちょっといかんですね。言い方が分からへんからね。シューボーさんじゃないの。あんまり人のやつよくないでしょ、やるとね。
なんか良くないな。カラスマさんのやつ勝手にやると良くないしね。BGM 最終パーティークリティカルボイス、あとシューボーパトラさんしかおらんもんな。ていうかそのシューボーさんとカラスマさん以外誰もやってないよこれ。誰もやってないぞこれ。大丈夫かこのゲーム。わかりました。ちょっと覚えておきます。あ、RTA があるな。でも RTA も解説なんだよね、これ。ちょっとごめんなさい。これはいかんですね。はい、わかりました。これちょっと個人的に、わかりました。でもなんか人気な作品っていうの聞いたんで、アンシャントロマン個人的に調べておきます。視聴者の皆さん、ご自分でちょっと見てみてください。アンシャントロマンでした。じゃあ続いていきましょう。これちょっとごめんなさい。まあ別にプレイ動画だからキャプっていいだろうということでもないんですけどね。すいません。ちょっとあんまり人のが入ってるのもね。次ジムパワー行かさせてもらいます。ジムパワーのアーケード版と PC エンジン版があるけど、これでいいのかな。 PC エンジンジムパワーワンコインクリアっていうのある。 PC エンジンなのにワンコインとは、まあこれいかにですけど、これじゃあ行ってみましょうか。はい、こちらの方すみません、キャプチャーさせてもらいます。これプレイ動画なんで声は入ってないと思いますが、すいません、キャプチャーさせてもらいます。漢字がね読めないんですよね、本当に。名前間違ったらごめんなさい、先ほどの V の方も。はい、スムーズなアクションと迫力のアニメーション、美しく激しいドラマチックアクション。しまった、しまった、いかんですよこれ。いやー、どうですか皆さん、お元気ですかね。これがね、スムーズなアクションとね、いいですよこれは。いかんですよこれは。いかんですよこれは。もう声ないやつないわ。どこやこれ。ちょっとないわ。RTA これならいいのかな。こんにちは。やあ、もうジムパワー、あったあったあった、ありましたありました。よし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 、あったあったあった、よし、ありましたありました。でもね、アーケード版ですけどね、これでいきましょうか。ちょっとアーケード版しか見つからないので、アーケード版いきましょう。はい、失礼いたしました。ちょっとちょろっと出るぐらい許して、みんなごめんよ。ごめんよって本人に謝らなあかんねんけど。はーい、アーケード版ありました、ジムパワーで。おお、これアーケードなんで音いいですけどね。これの PC エンジン移植版があるそうな。あ、マッピーお疲れ。後でマッピーちょっと話があるわ。まあアーケードやから音めちゃくちゃいいね。面白そう。これメガドライブか。メガドライブ版あるの。あ、本当だ、ジェネシス版って書いてあるわ。なんか面白そうやけど、良作なアクションの感じしかしんけどな。あ、SNES 版もあります。なんかそんなに、ごめん、変じゃないよね。ちょっと魔界村的な、めちゃくちゃいいゲームじゃん。何がこれバカゲーなんだ。あ、なるほど、 PC エンジン版がバカです。なるほど、 PC エンジン版だと、CD だから変なオープニングが入ったりとか
まあ、そういうことか。 PC エンジン版が見れるといいんやろうな。 PC エンジン版はマピーありがとう、トンチキな映像が入っていますやって。あーなるほど、 PC エンジンがバカ移植でアーケードがいい出来なんだね。ってことは PC エンジンのロングプレイを探さなあかんけど、 あったかも、あったかも、あった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 、海外、あの英語ですけど、ありましたありました。これいいでしょ、これ英語だけど、あの実況も入ってないので、まあ、実況が入ってないからいいっていうもんでもないですけど、何回も言いますけど、はい見まーす。なんか笑えるのかな。なんかこのマークに見覚えあるな。ロリロリロリシエル。おおすごい。ビデオメッセージ from マイクロワールド。This message is addressed to Jim Power。顔すごいな、ビニール人形みたいな。Chief of the Special Wear Unit for the Security of the President Haley。Jim Freeze Look。まあなんか言うてんねやな。TNN、TNN でいいな。おーエロい。本当にあのビニールワイフみたいでいいね。なんかいいな。あこれ金持ちの家や。あ金持ちの家に悪魔が。これびっくり、あー連れてかれた、これびっくりするね。脳出ちゃってる。これなんか志村けんさんの変なおじさんみたいやな。これほくろから毛生えとるやん。なんで金持ちの家に悪魔が来たよな。すごいね。ちょっとこの魔界村チックな感じ、なんだ罪はっつってね、志村さん悪魔になっちゃったのかなこれで。これがニュースになっちゃって助けに行くみたいなことなんでしょうねきっとね。ごめん飛ばすね、時間の都合で。えちょっとごめん、俺の表現で言わして、半ズボン。もうね、僕はねいつも言うんですけど、やっぱね、あのヒーロー、これから冒険に行く人間は半袖半ズボンはダメです。別にいいんですよ、まあ、あの動きやすいとか暑いとかあるでしょうけど、これから戦いにね、あの赴く男たちは、そのすり傷とか、ね、転がったりとか、その草ぼうぼうのとこも行くでしょう。そん時にこの痛い痛い痛いとかいうこと考えないのか。せめて中が T シャツでねえけどジャケットを羽織れ。冒険なめとんのかっていう気になるんですよね僕は。俺はそれいいですよ、ハワイみたいなずっと気候のいいところで戦うのであればいいですよ。ずっとアスファルトがあって、そういう自然あふれるところに行かないのであればいいですけど、ちょっとね、夏場とかそういう関係ないと思うんですよね。冒険ですからね。冒険舐めてるんですか。これまあ皆さん僕の意見ですからね。だから僕は FF10 のは大好きですけど、ティーナにも長ズボン履いてほしかったってずっと言いますからね。これ仕方ないですよ。あれこれ面白いな。うん、だから春日一番の龍が如く8も、まあちょっと長ズボンの方がいいんやないかなとは思いましたけどね。そこはこれ僕の意見ですから。わあこれやばい、欲しい。これでも欲しいんやけどさ。ほらだから長ズボン履いた方がいいって言ったでしょ。こんなとこ来たんやで異世界に。
ということで、ジムパワーでした。最後にみんなに聞くからね。ただ一個みんな気をつけてね、このジムパワーに関してはもう今の部分で取れ高いっぱいの可能性ありますからね。オープニングでゲラゲラ笑って、あとはただただいいゲームっていう可能性もありますから、その後ああいう変なムービー来い変なムービー来いってみんなで見たら全くないっていう可能性もありますからね。それはまあいいゲームだからいいんですけど、バカゲーとはちょっと違うことになってしまうかもしれませんからね。まあこれはやってみんとわからんですからね、最後まで。はい、ということでジムパワーですか。まあでもエンディングとかまあいいゲームだから別にいいんですけどね、やってもね。ムービーがさ、例えばステージ間とかの間にあればいいけどね、それわかんないですから、ね、じゃあ最後、邪神ドクラソスかな、これで調べて終わりましょう。すいません、会員限定やります。あー3分過ぎた、今日遅くなっちゃったごめん。去年前回も遅くなっちゃったね。来週から水曜ドグナ20時にします。申し訳ない、今日もちょっと外行っとったから20がやれんかった。今日20時からは、今日はこんな時間が。誰、あ、プレイ動画がありました。はい、じゃあこれ見ます。この後会員限定すぐ行きます。申し訳ない、遅くなっちゃってごめん。でも会員の人一緒に楽しもう。会員の方でもやりますんでね。よし、じゃあ行きます。最後あとマッピーちょっと話があるから、まあ帰らんといて。はい、じゃあこちら見ます。うわー、もうこれ購入決定でしょ、エレクトロニックアーツやもん。あー、ドリコングさんすごい、10名のメンバーシップギフトありがとう。うわー、じゃあドリコングさん、またもう一度改めてこれ見終わったらお礼言わせてもらいます。ありがとうございます。うわー、もう10名ってすごいな、ありがとう。ドリコングさんいつもありがとう。これメガドライブだって。お、いいね。ただ両作のアクションゲームって感じやな。普通にいいゲームだね。ね。普通にいいゲームじゃない。なんかムービー範囲のかな。タイトルにセガって書いてありました。あ、本当セガのゲームなのかな。まあ、でもセガなのはメガドライブだからなのかな。どうなんやろう。これもうバカゲーじゃないね。いいゲームだね。ていうかさ、これもう魔界村じゃないこれ。これいいゲームだな。はい、ということでごめんなさい、ドクラソスでございました。さあちょっと時間がありません。これはいいゲームでしたね。じゃあ皆さんに聞きます。じゃあ、ちょっと待ってね、やばい時間がない。すごい、ドリコングさん10名ありがとうございます。5000円のスーパーチャットですよこれ。当たった方、ささささしさん、他ごめんなさい読み上げる時間ちょっとないんで、メンバーシップ当たった方、ドリコングさんからいただきました。ドリコングさんありがとうございます。すごい、この後メンバーやります。ちょっと時間ないですけど。で、ハジさんからもいただきました。ありがとうございます。5000円ですよこれ、ありがとうございます。すごい、やばい。当たった方がですね、戸川さん、他皆さん当たりました。ハジさんいつもありがとうございます。すいません、ドリコングさんもお二人ありがとう。これはもう大株主ハジさん、ドリコングさん、あとありがとうございます。
カズンカズンさんもメンバーありがとう。あと金子夢雄さん、他もう大株主スーパークレイジーコケティッシュ入ってくださる人もそうですけど、一回ちょっと大株主の方たちがやってくれっていうゲームやる回も作らないといけないですね。ありがとうございます。いただきます。すごい。いやこれは本当そうですね。大株主の方に言ってもらったゲームやるという回も一度やった方がいいかもしれないですね。これはね、本当にありがとうございます。すいません、頂戴いたします。では、アンシャントロマンを一瞬映しましょうか。ちょっと音ミュートで良さそうなところを映しましょうか。じゃあここいいのかな。はい、じゃあここ映します。わかんないですけど、まあ、ここでここだけではわかんないですけど、参考までに。ちょっと見えたかな。はい、参考までにこんなゲームです。アンシャントロマン。なるほど、これは良さそうやな。これ良さそうやね。良さそう。なんか全部が一緒やな。敵一緒やし主人公も一緒やな。3人もうごめんなさい、良さがこれしかお伝えできないので。では最後になりますけども、グルーヴ地獄 V アンシャントロマン、ジムパワー、邪神ドクラソスの3本でアンケートを取って終わります。じゃあいきます。もうちょっとどんなゲームだったか記憶にない場合は勘で押してください。時間がもうないのいかん、アンケートしてる時間ない。グルーヴ地獄 V アンシャントロマン、ジムパワー、邪神ドクラソス、良さそうなの書いてください。どうぞ。視聴者にむちゃくちゃやなこれ。書いてください。グルーヴ地獄 V アンシャントロマン、ジムパワー、邪神ドクラソス。ちょっとごめんなさい、時間の都合で。多いのがアンシャントロ、アンシャントロマン多いな。あ、人気なゲームなんだ。アンシャントロマン多いんだ。あ、そう、わかりました。ではアンシャントロマン、一旦ドグちゃん来週までに調べさせてください。そして来週皆さんにお伺いをしてよければ買います。わかりました。アンシャントロマン、視聴者の皆さんからいただいたものをアンシャントロマンとさせていただきます。すごいな。じゃあ来週ちょっと時間の都合で、値段見たり調べたりさせてもらいますので、動画見ときますね。じゃあ僕は1週間で。はい、では、ごめんなさい、ありがとうございました。急ぎ足になってしまいますけども、最後にマッピーマッピー、フライデーザーサーティーンのネス版とダークキャッスルっていう、メガドライブのやつ、eBay 世界モンさんで買っといてくれへん。はい、ということで皆さん、発注しましたので、今マッピー君、分かったって言ってますマッピー君分かんなかったら、YouTube でダークキャッスルスペースニャ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 って言うと出てきますんで、皆さんよろしくお願いします。ということで、本日は、皆さんやりました。改めて、こちらシャドウオブビースト魔性の掟、フライデーザーサーティーン、ダークキャッスル、そして池田秀一シープシフター、こちら購入決定でーす。
そして来週以降アンシャントロマンはどうなるんでしょうか、ご期待ください。そしてこの4本届いたらまたお見せいたしまーす。ということで皆さん、この後会員限定でもう1本何か買いまーす。ニコニコはそのまま、 YouTube の皆さんはこちらにご移動ください。はーい、 YouTube の皆さんこちらです。当たった方も、さっきいただいて当たった方も、ドリコングさんとハジさんからいただいた方もこちらにご移動ください。アンシャントロマン、みんな好きな知ってるんだな、知らなかったわ。アンシャントロマンはある実況者がやってから有名になりました。はあ、だったら俺がダークキャッスルやって有名にしてやろうじゃねえかよ。にゃ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 、ドグちゃんが配信でやってかダークキャッスルが10万円になるようにしましょう。ドグちゃんがやってダークキャッスル10万円になって俺が売ればもうこれ儲かってしょうがねえな。ということで、メンバーになられた方ご移動ください。ビール飲みながら、ちょっと遅くなってしまいましたけども、改めて、お話し、していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。一応トップページにも、はい、載せておきますので、会員の皆様ご移動くださいませ。はい、トップページに載せておきました。それでは皆さん、また土日配信ありますので、土曜日は20時から日曜日15時からでございます。まだ何やるか決めておりません。この後の会員限定でも話し合いたいと思います。そして会員限定ではもう1本何かを買いますので、ぜひ楽しんでいきましょう。遅い時間から会員限定ごめん。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。ニコニコはそのまま、 YouTube はご移動ください。いいね、自分でこの価値をつけて価値が上がる、そしたら売り飛ばすっていうのいいよね。そこまで人気になりたいな。あ、なんか来月に6万人いきそうです。にゃ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 。Shaky, and touch of quantum mind.